何色ですか？私4色です。全然いける。政治権がめっちゃ多いから信じてねえよ。美味しそう。二郎ですか？一郎目は？一郎目、寸大っすね。二郎目が嫌い。ビッグは。あ、ミラクル読むから。そうか、ビンズ2台ぐらいで買うんだ。四郎です。でも最初の2年はずっと遊んでたんで。4号意外にいるからな。おる4号おるで。多いほんまに15人はいる。28とかめっちゃうまい。あれ私ら27やじゃあ4号でも全然いけるんや。全然いける。遊び作戦あるから結構どっちかやな。登るかえ、じゃあもう私無かなって私なって手伝ってよ。これが良くない。いや、お金儲けは別に目的だろ。いや、そうシミじゃねえよ。爪痕を残して死にたいよな。会社で作った化粧品を生かした皮膚科を作った。最強やな。うん。美容好きになったやつを作ったり。あ、ほんまや。もちろん皆さん喜んで皮膚科決定な。でもほんまに奥さん大事やん。ほんまでも全然じゃない。独立のコーラも思考が思考がな。え、みんなやっぱバリバリ外科とか。あ、もうそうそう、職人系やな。あっちの方が信用はできるけどな。ごめんやけど。そう、それはそう、それはそう。頼むなら国立院の先生。そう、多分私立院の先生が経営する医者に行く。ビジネスやあんたらはもう、うん、何してるのね。クソ生活を言うから俺じゃない限りは生活やな。確かにほんまに留年せんからな。普通にショットが大丈夫せんからな。おもろいやつ連れてきてる。合格点高いもんな。何点やった？65。だから低い。どちら何パー？65やったら落ちてんな。うん、2点にしたんだ。ありがとうございます。国立で頑張れ。それってすごい。もうすごいこと。19歳。あ、すごいな。1ヶ月もまさに泣きそう、泣いてるぐらいで落とした。毎日泣きながら。どんだけ勉強した。あの時から1ヶ月は俺もマジで勉強した。え、何を目指しとった？上を回れない。落ちるの怖いから絶対落ちひんやん。じゃあ俺落ちる。腰もめっちゃ良かった。えらい変な弱いもんな。そうなんですよ。一応あったんですよ。え、そんなあったんや。2年目かね。勝負勝負。1、2年目も記憶ないぐらい遊んでるから。やっぱりしつぶってもあ、しつこいやったからこれはもう盛り上がっちゃうやん。永遠に溺れてしまった。そうそうそう、楽しいってなって強く怪しいのに。センターであったりとか。毎年センター試験ってな。センターであったりとかありましたが。ありましたが。みんな楽しい。今超ハッピーです。みんな楽しく生きてるな。本当にもう21の時もう本当に一生医学部受からんって思ってたもん。今生きてるって感じやわ。死んでるわ。うん、何やってんの。そうそう、うちのお母さんも来た。ベッド。バイバーイ。